己の信じたプロレスの集大成を目指し堂々の入場であります。華麗に舞っていくのでありましょうか。ガンガン行け！シングルマッチ、時間無制限、一本勝負を行います。青コーナー、頑張れ280パウンド、サクソン・ハルーキー、頑張れ頑張れ、行け。赤コーナー、220パウンド、ラン・マルー、頑張れ。レフリー、花田のりお、頑張れ。沈黙の中にハイトーンの鐘の音が響き渡ってまいりました。さあ桃田さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、互いに今日は負けるわけにはいきませんからね。最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないですかね。そうですか。さあではそのあたりを注目してまいりたいと思います。逆に振り返した、タックルでぶちかまします。組みに行きます。倒してまいります。いや、序盤戦から目が離せない展開ですね。そうですね、どっちが優勢とかじゃなくてお互いに意地がありますからね。組み合います。サイドからヘッドロックの体勢に移行します。蹴ってまいります。逆水平を打っていきます。ロックアップ、切り返します。抱えます。あっと、リバースで返してまいります。ロープにブレイクしました。掴みます。キックで返します。行くのか、リング下に落とします。このあたりの空中殺法をご覧になっていかがですか。そうですね、こういった飛び技は高さがありますからね、見た目以上にダメージはあるんですよ。そうですか。気合を入れてまいります。さあ今宵もこの男のグレードの高いレスリングというものが展開されるのでありましょうか。その的確なレスリングテクニックで常にファンを魅了していくこの男は、一瞬たりとて見逃すわけにはまいりません。バックブリーカーが突き刺さります。そのまま全体重を預けていった。ホールを返すっていうのは意外とスタミナを使うんですよ。だから何回もホールされるときついですよ。ああ、スタミナをロスするわけですね。キックを打っていきます。腕を回します。ストマックへの攻撃であります。組み合います。あっと、返します。さあ粘着質激しいこのサブミッション、いかがですか。そうですね、スタミナを奪うのはいいんじゃないですか。これでギブアップを狙うのは難しいんじゃないですかね。あ、そうですか。このあたり一発一発が重いですね。そうですね、これはダメージがあると思いますよ。ファイヤーバード、火の鳥が待った。返してまいります。掴んだ、エルボー速射砲。おお、虚空を見上げたか。ムーンサルトプラス、トゥーカウント。すごい音がした。腕をフックした。あっと、返した。ロープ
ームに逃れました。腕を回したフィッシャーマンバスター、落としていった、見栄を切った、バックを取ってハンマーを落としていく、抱えた、シュミット流で倒していった、立たせていく、浴びせていった、そのまま浴びせていった。もうこれは闘争本能ですね。もう記憶は飛んじゃってると思いますよ。ラックバタム、エビに固める、カウント 2.89、 重低音バズーカ、タイガードライバー、カウント 2.9、 そうは簡単にはいかせません。いけるか、場外に移行した、タックルぶちかわし、全体重を乗せたエルボー、ストンピング強烈、フロントキック、リングに戻ります。あっと逆に捉えた、反撃するならここですね。ここから突破口を開きたいですよね。抱き起こす、固めていく、ロープブレイク、ブレンバスター行くのか、読んでいます、まさに読み切り小説、カウント2、抱えた、10分経過、10ミリスタート、ファルコンが、カウント2.8、そうは今夜は下ろしません。腕をフックした、ブレンバスター行くのか、ストバックを狙っていく、抱えた、首根っこを掴んだ、エルボーを打ち込む、引っこ抜きか、タイガードライバー後頭部を2打、カウント 2.99、 掴んだ、エルボーを入れていく、腕を回した、バルコンアローで叩きつけた、ロープに振った、スピンしてのキック、ストンピングを叩き込む、ガジェット組み合った、あと逆に倒した、引き起こす、頭を掴んで、あっとエルボー、シュミット式で落としていった、